山田決算会。散々もう見飽きたと思いますけど、ちょっと間空きましたね。久しぶりにちゃんと本編映像も流して、やったりもしてましたけど、こんばんは、山城と申します。ということでね、4月分か、ですから、山田決算会、2023年5月分のね、やつをやっていこうと思います。まあ、ですから、データとしては4月のデータを振り返るという、形になっていきますね。ということでね、もうね、サクサクっとね、チェックをしていきましょう。さすがにね、今まで、ね、時間をかけすぎました。あまり時間をかけすぎたせいで、本編のストックが1.5テラを超えてきましてですね、未編集のデータのストックがですね、これいい加減出していかんとまずいな、本編映画もね、出していかないといけないなということで。まあ、ちょっとね、6月、この動画が上がってる頃には、ちょっともうシステム変わってると思いますけど、もう、基本的に、ね、その4つ目用の枠とかで、ね、そういうような考えなしでね、もうズカドカドカッと上げていくような感じでやっていきたいなと思っております。というかね、そうしないとね、編集する、並行してね、編集してるタグとかね、5つも6つもなっちゃってね、もう頭の中がこんがらがってきてね、この動画って進捗どこまで終わってんだ、どのデータまで編集でとかっていうのがね、だんだんもう頭の中でごっちゃごちゃになってきちゃうんで、なってたんでね、ちょっとね、そのあたりをね、ちょっと時系列整理するっていう形なんで、ちょっとね、多分ですから、伊勢鉄道の動画とかがめちゃくちゃ出る、間が空いて、次の回が出てくるような形になってしまうと思いますけど、まあちょっとね、とりあえず付随データからどんどん順次、潰していって、で、まあ、いうような形でね、作業効率化を図っていこうかなというようなね、こととかも考えたりするんだけど、まあ、その辺に関してはまだ正式な告知は、多分投稿かなんかやると思います。文字情報でね、やると思いますんで、ぜひね、チャンネル登録をね、していただけると、その、投稿した、コミュニティに投稿したね、やつとかも見れるようになりますんで、ぜひね、チャンネル登録とかね、よろしくお願いいたしますと。ここまで見ていただいている方が、きっと応援してくれてるかなとは思いますけどね、ということでございますね。ということで、早速ね、今月分のデータを、見て行きたいなと思いますよと。じゃあね、早速見ていきましょう。もうサブジャンを落としてるんでね、今更なんですけどね。さあ、ということでね、よっこいしょ。2023年4月のデータね、見ていきましょう。よいしょ。4月はね、まずニコニコ動画からですね、見ていきましょう。投稿本数はニコニコ動画は37本だったんですね。で、視聴回数は580人ということで、これはかなり低いかな。最初のね、出始めの時と覗いてみると、最低記録更新ということで、ちょっとね、ピーク時の5分の1か、になってきてるということで、ちょっとね、由々しき、感じの、数字ではありますね、ということですね。で、コメントは46。で、グッド47ってことは、まあ、これあたりはあんまり変わらないところになってくるということでございます。で、いうところで、収益金額で言うと、だから実はね、めちゃくちゃ下がってるんですけど、1965円ってことなんで、まあ、2000円はね、届かなかったんですけど、意外とそんなに、大きく下がってるわけでもないってことなんで、ここら辺ってあれも面白いもんですね、というところでございます。ですから、単価はだけで言うと3円ですからね、再生あたり単価だけで考えてみると、めちゃくちゃ高い数字になってくれてるのは、救いでしたね、というところでございますね。っていうような感じですね。まあ、単純視聴数が入ればっていうわけでもないなっていうのがね、いろいろと、見どころなのかなと思います。まあ、ちょっとコメント数がね、あんま伸びてきてない。まあ、っていうのがあるんですけど、あとはこれ再生数とか伸びてないのは、まあ、原因はね、ちょっとわかってるんです。上げた動画がね、今ずっと山田決算会のやつ、ずーっとね、何十回、連続放送とかやってるじゃないですか。ですからね、これね、さすがにね、ジャンルが伸びるジャンルでもないところで、いう感じなんで、ニコ動でもね、わざわざね、あれをね、ぐらっとね、調べてみようという人もなかなかないと思いますんで、そういうようなところとかは影響があるのかなと思います。っていうところですね。まあ、実際にじゃあちょっとデータの方をもうちょっと見ていきましょうか。4月のデータがこんな感じで、これもちょっとね、商談工業ありますけど、
まあ全体としてはそんなに数字は変わってないって感じですね。まあ相変わらずうちのところはやっぱ PC 版の方が多いなっていうところ。現状ボイスから入ってきてね、いただいてる方とかもいるみたいですけど、っていう感じで。まあやはり検索で引っかかってくるのが多いよっていうことで。アクセス元としては、やはり Google 検索やニコニコ。意外とね、Google 検索でニコ動に反映されることが多いんだなっていうのがね、これ結構ね、意外だったところですけど。まあ Twitter からは、まあ結構たまに来ていただいてる感じで、ただこれはもうね、連携が、トラブルね、アカウント停止、自動的に、ね、止まってしまうとかっていうトラブルとかあった兼ね合いで、ツイッターの連携ももうちょっと解除になったんで、このあたりは多分データとして飛んでくることがなくなってくるのかなっていうのが、ちょっと、新規獲得としてはちょっと、辛いところかなという見立てでございます。まあ、そんなところですね。4月のデータこんな感じと。いうところ。伸びた動画とかって見れるんだっけ？これ。全動画、これか。全動画別レポートで再生数。直近30日間、変動値。まあ、これが一番近いで近いのかなっていうところで見てみると、まあ、やっぱ再生伸びてるのは古い動画ですね。直近の動画は全然ダメだったというところでございますね。あ、でも、伸びてると言っても14とかですんでね。まあ、どっかでね。大きく巻き上げるやつがあるかなってことなんですけど、まあ、やはり旅行系とかね、ちょっとご当地もの系のネタの方のが、人気としてはあるのかなというところですね。こっちだと清水寺とかも、やっぱちょっと入ってくるんですね、再生。このあたりとかが大きく違うところですね。っていうところかなという見立てですね。ですから、まあ、やはり旅行系動画をどんどん上げた新規でね、また、ちょっと目に留まっていただく方も多いのかなというところ。で、そのあたりとかもちょっと狙っていきたいなというところでありますね。という感じかなっていうところですね。さてと、あとが、コミュニティ入ってたね。って感じですね。あのね、こんなんでね、いちいちね、やってたらね、あれですからね、ニコ動と、ニコ動のね、コメダはね、こんなんでいちいちね、わわわわ、なってたらね、大変ですからね、持たないっすよ。ですからね、全然ね、そういうのを、ある程度ね、するスキルのね、まあ、てか、おす、ね、クソ知事、まあ、もうそろそろ知事と言われる、あれも、十分にありえますからね。一応可能性としてあるのか、二十歳の時の子供で、二十歳の、あ、そっか、だって、ね、知り合いのところだと、そうだね、二十歳超えてる子とかも、いるもんね。ですよっていうのは、ね、ありましたからね。ああ、っていうことは、まあ、ありえんことはないけど、まあ。あれですね、っていう感じですね。ような感じかな。他のところなんか見どころあるかな。収益のデータとしては、4月のデータが、こんな感じってことですね。で、5月の再生があれですね、っていうところですけど、やはりちょっとデータとしては、4月はそんなに、伸びてるデータがないのねっていうのは、まあ、これはね、多少、仕方ないかなというところですね。累計で見てみると、やっぱし、そんなに変わってないですね。やはりちょっと、直近の動画がね、そんなには伸びてないなというのは、まあ、現実的なところとしてあるのかなというところですね。まあ、でもやっぱ古い動画とかでも、コンスタントに入ってくるっていうのは、まあ、大きいですよね。まあ、ですから52円とかってなってますけど、結局平均10円でも、下手すや、11万円とか、累計1万円超えてきましたからね、っていうような形になるんで、もうちょっとね、本当にちょっと、頑張って、あれですね。あわよくば、ちょっと機材入れ替え、ちょっとね、カメラとかもね、だいぶね、老朽化もう5年ぐらい使ってるんで、来てますんでね、そろそろ買い替えとかもね、考えないときませんからね、っていうところもあったりしますからね。っていう感じかなっていうところですね。まあ、今回はもうあれかな。YouTube とニコ動もまとめてやっちゃおうか。もう一本にしちゃっとこうか。ってことで、このままニコ、YouTube の方も見ていきましょう。
そんなに回数取ってられないですからね。本当に、あんまりね、多すぎてね。分けてもね、そんなあれですしね。ってことでね、YouTube の方のデータを見ておきましょう。2013年4月はどうなったかというと、YouTube の方は動画の投稿本数84本。まあ、最直近はね、164本、92本ってことで、減らしてはいるとはいえ、84本負けてたんだなってことで、ちょっとね、改めてデータ取ってみたら、ちょっとびっくりでしたね。というところですね。で、再生数は1万7000再生ということで、まあ、2万はまだちょっと切りましたけどというところですね。まあ、特徴、傾向としては同じような流れですね。229ですから、まあ、どうしても時間が短くなる。これはね、やはり、長尺動画が、これもニコ動と一緒で、今ニコ動と同時でね、セームタイム更新でやってますから、山田警察会なんで、どうしてもあれね、視聴維持はね、むずい。というか、回数もね、やはりそのあたり入らないので、ロング動画がね、全体のね、視聴回数としては10分の1くらいですけど、視聴時間にはね、影響がね、大きく与えますんで、そっちの方がね、ちょっと、やはり、伸びないな。まあ、しゃあないかなっていうところですね、この値は。で、いう感じです。直近3つもやはりもうガラッと変わってきますね。ハンバーガー、マックのハンバーガーこと、山田チャレンジの UFO 爆盛り、普通の UFO ってこと、UFO というのかな。というか、ジャンクフード系でも結構、一般的に見れるようなやつでも、再生が入ってたなっていうのが意外だったところですね。で、大きな特徴としては、黙々系動画ですね。今までチャレンジ系っていう感じでやってたんですけど、これに、そうして、もぐもぐ系動画での配信を始めましたと、いうのが大きな違いかなってところですね。で、これ今、それの傾向を持ってるんですが、やはり傾向として見てみると、チャレンジ系動画でも、実際に、なんていうの、ハルのところを見られてるのか、フワットの方を見られてるのかっていうのを、ちょっと傾向、5W1H、ちょっとね、そのあたりの傾向を見るのに、ちょっとね、どっちつかずといえばどっちつかずなチャレンジになってたんで、どうかなというところから、一回ね、ちょっと、チャレンジ系のやつをちゃんとガチなタイムアタック的な、ものに変えていって、もぐもぐ系のやつをね、あっちの、じっくり食べる系の、ですから、フワットの方のやつに、振ってみてね、分けてみたら、もぐもぐ系の動画の方が、これはちょっと5月の今最新の方のデータなんですけど、直近のね、データ見た限り、もうあからさまにこっちのもぐもぐ系の方のが、視聴維持率も再生回数も、いいね回数も多いんで、まあ、こっちの方を増やしていく方針かなというところですね。ただね、毎日外食というわけには、外食というか、まあ、お弁当ですけどね、お弁当、毎日お弁当というのもね、難しい。まあ、特に夜勤上がりとかだとね、お弁当が売ってない。夜中の3時のね、コンビニ行ってもね、もう弁当売り切れちゃってたりしますんでね。ちょっと買えるものがね、制約されるので、まあ、そのあたりはね、ちょっとまた調整しながら、メインは、ですから、もぐもぐ系が多分メインになってくるのかなという感じですね。まあ、あれだと、音合わせして、その、タイムスケジュールとね、ストップウォッチのやつと、画像合わせをして、動画のね、倍数調整して、エビデンス出稿して、検証動画等のね、比較用の、段取りをしてとかっていうようなことも別に必要ないんで、別に、そのタイムがね、正確かどうかっていうもののエビデンス証明する必要ないですから、別にタイム測ってるわけじゃないんでね、っていうようなところとかを、やってたらいいのかなってことでございますね。っていうことでございますね。まあ、一応その、エビデンスとして、まあ、その時間は測ってないですけど、お前途中でもの捨てとんちゃうかとかっていう、こと言わないように、一応ノーカットのね、その、データ自体はも、ノーカットでそれを何十倍速にしてるっていう感じなんで、まあ、カットして、ね、細かいカットしてあっても、ちょっと実際の動画としては多分わからないとは思います。一応そこのところはエビデンスとして入れてあったりとかっていうようなことはしてあったりしますけどね。まあ、それぐらいかなっていうところですね。まあ、だからといっては元動画を、その、ね、完全に、無編集のやつをね、開けてもね、しゃあないというよりはね、もうね、重たい。それをし始めると、もう、重たいのと、結構、途中でね、動画見ながらやってたりするやつもあるんで、そうすると、それの音とかが入ってるんで、そうすると、動画として、今度は、著作権的なところがね、NG になってきてするんで、そのあたりとかの、調整もあるんで、まあ、これで、とりあえず、それで、さらに文句言われるようだと、まあ、ちょっともうどうしようもないかなって。
ご想像にお任せしますしか言いようがないですってことなんで、まあ、やる、一応、うちとしてできるのはこれ、ここまでかなという感じで、やってますよというところですね。で、投稿した動画とかデータ見ていきましょうか。5月のデータが、あ、これ5月だ。あそこですが、5月にと見てみると、もう、もぐもぐ系がわっと上を進めとって、下の方に、入ってきてますんでね、山田チャレンジが。まあ、こうなったら、やっとこさ、1000超えたのが、今日、8日だから、昨日上げてとかね、久しぶりに1000超えてますけど、っていう感じなので、まあ、そういう感じかな、というところですね。で、4月のデータですね、見てみると、まあ、こんな感じってことですね。再生回数としては、あまり山になってるのがね、少ない。1000再生超えてきてるのがね、ポンポンとあったんですけど、それ以外そんなに来てないんですよね、正直なところ言うと。ですので、ふっとこの辺りとかも見かないといけないんですけど、これも、あ、そうか、UFO とかのやつは伸びてたんだよな。これも UFO かな。ここは、あ、じゃあ、サンドイッチだ、とかね。ですから、やはり、どうやって食べるは、時間を見てるんじゃなくて、タイムアタックとして見てるんじゃなくて、まあ、商品を見るっていう方のが、重視が高いのかな。ですから、同じ動画、一時期ね、うまい棒、こすってね、わーってやってて、実はね、なんなら、もう、勝手にね、ワンカート耐久とかも、まあ、やろうと、やるのはやるんでしょうけど、多分買いましたからね。ですけど、もう完全に動画としては、これ上げても多分ダメだなっていう感じなんで、これをやる前に、優先的にちょっと食べる系の動画、ちょっと弁当とかいろいろ買ってきて、食べる動画を上げて、そっちの方でちょっと注力するような形でやってきますかなっていうところですね。まあ、我々はね、まあ、ブラビートで食べちゃってもいいんですけどね。まあ、せっかく買ったんでね。何かしら耐久でできたら、週末かどっかで できたらなと思っております。というところですね。チャレンジとかもワーッと上がってますね。ということで、まあ、コンスタントに3、4とかね、一応2差しで、アップロードはかけてますよ。というところですね。これちょっと、さっきのところ出てないですけど、多分ね、投稿本数が多すぎてね、表示がしきれなくなっちゃってます。っていうところですね。で、投稿した動画一覧、その前にこれか。この時伸びてたら、さっき撮ったね、ハンバーガーのマクドナルドやったですね。バックモリバーレル、UFO ってことで、もう一つ、これがなんか、エビデンスの本音とか入ってるんです。これね、こっちのちょっと手違いというか、まあ、うかつだったんですけど、27番って、エビデンスと本編も上げてるんですけど、エビデンスが1分以内になってたんで、これが小通扱いになって、小通の、フィードの方に流れちゃったんですね。ですから、これが15分前に流れちゃったんで、ショートフィードに。あとの本編の方のがちょっと流れなくなった。で、結果、長くグラグラのやつがポンと上がっちゃったんで、維持率はやっぱ如実に下がってますよねっていうところですね。ではな、こっちの方がちょっと再生が入っちゃったってことですね。ちょっとこの値は、データ見たときに1分以上になってないのに気づいてなかったりね、ちょっとしまったなってところですね。っていうところとかありますね。で、あと L チキ食べたりとかは大丈夫ってことで、まあ、そこはね、412ってことで、まあ、それなりにちゃんとそこが高くなってるのかなっていうところですけど、まあ、オールショートですんでね、もうすっかりショートチャンネルの、再生数だけ見るとね、完全にショートチャンネルのあれになってますよね。時間で見ると、で、視聴回数しか出ないですね。っていうことですね。という感じですね。まあ、動画としては、もう、基本的に山田研さん回とあれだったら、ね、弱いっすね。4月は正直動画データとしてはかなり弱いっす。山田研さん回とそのチャレンジも、このあたりはかなり計測の方に振ってた、ところだったんで、それで、本編映像も、まあ、ちょっと途中の満喫で休んだりしたところで、弱いところがずっと続いてはいますからね。まあ、正直、あれですね。まあ、ベスメさんから撮れてるのとかも、ちょっと動画にさせてもらいましたけどね。これあたりとかも全部計算がしてもね。で、鳥庵の花弦とかは言ってましたけど、まあ、これも、そんな伸びちゃいないでしょ。まあ、32再生ですもんね。まあ、他のね、その決算掛けはね、もうどうしても、こんな再生が入りようがないんで、まあ、これも1再生とかですかね。
まあ、そういうふうになりますよね、っていうところですよね。まあ、これはもうしゃあね。一応データ整理のためにね、ちょっと出し切らないといけないなっていうところだったんで、まあ、ちょっと作業のね、ところがあったんでね。まあ、これはちょっと仕方ないから。まあ、ただね、ここで一度振り返ってデータをね、整理しておかないと、やはりね、いけないなっていうのもあったんで、まあ、5年間のね、データをいろいろと、見ましたよっていうことですんでね。ですから、4つ目のこの辺りとかだとちょっと伸びてるのかな？ですね。これだと100、100超えてますかね。やはり、ある程度、食べ物とかのやつの方のが、適当に入るんで、まあ、これもショーツとね、うまいこと複合してね、食べてる動画をね、ショーツで撮れるやつは、もう基本ショーツは回すだけ回しといて、ロングでね、ちょっと雑談とかできる、タイミングがあったらね、それもやる。で、まあ、コラーゲン弁当だったらそれとか、スケロク弁当とかがね、売ってたらそれをね、そっちの企画の方に回して、まあ、これをね、週1でやらないといけないっていう、縛りを解きましたんで、これでね、とりあえずちょっと、いかんせん、溜まりすぎてますんで、まだ2011、まだ2022年の動画、6月に入ってまだ2022年の撮影動画、しかも、やっとこそ12月に入ったのかなぐらいのところとかですかね。ちょっとこれはね、いかんせんちょっと改善をしないといけないのかなと、いうところでございますね。よいしょ。そんな感じかな。よし、というところでございますね。まあ、データとしてはこんな感じで、まあ一応攻め方としてはショーツのところをね、そういう感じにして、ある程度、再生の、コンスタントとかを測っていけたらいいのかな。あとはまあ本編の方も、まあちょっとね、古い動画がまだ続きますし、じゃんけんの旅もちょっとあんまりオチが、強くない、動画なんで、その後のやつの方が、ちょっとオチが強いやつがあります。で、まあ時系列をね、整理して、動画のね、編集、とこう、スムーズにできるような体制に、ちょっとね、整えますんで、まあ、これでね、ちょっとでも出せる量をね、とにかくうちは、質より量ですからね、とにかく量で勝負していくぞ、というのをね、特化してね、やっていきたいなと思ってますんでね、どうぞ、これからもよろしくお願いいたします、といった感じでね、今回のやつはもうこれぐらい締めとこう。って言っても20分喋ってんだもんな。まあ十分ですね。取れ高ですよね。これを取れ高として見てしまうのがいけないような気もしますけど、まあいいやということでございまして、ね。今回はもう一回にまとめときます。ということでね、今回の動画はね、これぐらいで、締めさせていただきたいと思います。また、結構近いうちに多分また6月の分も上がるのかな。ストックの兼ね合いで、という感じになりますね。よろしくお願いいたします。ということで、この動画は以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。